アン、アプック -153 は、アメリカ合衆国のエマソンエレクトリック社が開発した、パルスレーダー。主として、戦闘機の下記完成レーダーとして使用される。従来アメリカは、ノースロップ社の N-156F を、発展途上国向けの海外共与戦闘機として、位置づけ、F、F-5A、B フリーダムファイターとして、西側諸国の各国に提供してきた。 しかし、当時の有力な仮想敵機であったソビエト連邦のミ MIG-21 戦闘機が TSD-30 レーダーを搭載して全天候型への発展を遂げるとレーダーを搭載しない F-5A、B では対抗が困難となった。このことからアメリカ空軍ではより優れた海外供与戦闘機を求める IFA 計画に着手しており、 これに応募するため、同社では F-5 シリーズに全転向性を付与するため、下機管制レーダーの搭載を模索していた。これに応じて開発されたことから、本機は F-5 戦闘機の小さな機種に収容できることを最優先とされており、比較的簡素なものであるが、十分にまとまったシステムとして完成された。空対空戦闘においては、 赤外線ホーミング誘導のサイドワインダー、空対空ミサイルの下機管制を行える程度であり、セミアクティブレーダーホーミング誘導のミサイルを誘導することはできず、ルックダウンシュートダウン能力やグラウンドマッピング能力も備えていない。ノースロップ社は従来の F-5A、B をもとに、 全面的な改良を加えた機体として F-5 から21を開発しており、本機はそのアビオニクスの中核として搭載された。F-5 から21は1972年8月11日に、初飛行し、F-5E、F タイガー2として、米軍の正式番号、ペットネームを付与された。-153 を元にして、 下記のような様々な派生型が開発されている。ありがとうございます。